はい、どうも、ゆうじと申します。私、現在で2198ですね。はい。キャラグラが、山やっていますね。こちらね。で、チビグリ、ウルフ、ブラガー、ベビー、で、ズキン、バサカ。まあ、ここら辺やってたんですけど、バサカは、やってないですね、まだ。で、ズキンは取る気ない。ベビー頑張ってたんですけど、沼って109位。ブラガ頑張ってたんですけど、沼って102位。ウルフ頑張ってたんですけど、沼って66位。チビグリは鼻からあんまり漏れてなくて62位。またいんな、なんか一人。で、一旦ピクシーフォアガで、強ピーがっつり上げて、白ドラとは何たるかを学んでからキャラクター頑張ると思います。あ、無限リーグなんだ。さあ、スタードラゴン。うん、強いね。オッケー。さあ、まあ、この動画がね、公開されてる頃には、とっくに新キャラのゼラオラ出てると思うんですけど、ドラゴンブリーダーとかゼラオラだか知らないけど、どうなんすかね。まあ、見た感じ新キャラにガチスキルをつけるなよとは思いました。意味がないよねって、なんか、ビートル非常に嫌だな。ビートルはぁ、伊藤がでしょ、引きましょう。引かなくても別にいいよ。まだやれんだろ。あ、じゃあ引く。いやー、鳥で取られてなかったらこれ勝ってさ、余裕で。まだわかんない。ビトガは別にバイラでいいや。もったいないけど、しゃあない。全然やろ。ビトガ、まさか。ビトガ、まさか。チビブラ、ビートルでしょ、ラビットも止まらないと思うんで、あいつ寝ないしね。あいつ。カメラ。ラビット。いやー、バサカ。おー、いい位置に出してくれた相手のバサカ。干渉できるか否かっていう話。に邪魔されてっけど、白羽打ってよー、フォアが。オッケー、これはねー、マジピクシー超頑張った。ピクシーのスキルってあれ多段なんで、範囲攻撃の。ピクシー来ました、大型2体はねー、あんまりおすすめしないっす。まあ俺が何言ってんのって話なんですけど、何せスタドラートレントでしょ、30行かなくていい、行くか、行ってみるか。たまには、俺普段マジ再戦受けないんですよ。1ヶ月に1回受けないか受けないか受けるかって感じなんですけど、たまにはね、たまには。さあ、お相手スタドラ変わらず、スタドラトレントなんで、まあ、足は欲しい。まあ、いいや。最悪。ドローでいいし、バイラで済ませることも可能っちゃ可能。キバ。あのキバに対して即ピクシー行きたいなってとこもあるんですけど。一体じゃな、あんまり旨味ないんだよな。うわ、やる。相手もワイルか。何このさ、ぶち上げバトル。
コーヒーコヘルシェラピク。ちょっとピクスキル打ってくんねえかな、旅行でする暇あんなら。おわが何やってんのマジ、やっちまうぜ本当に。トレントの木が厄介すぎるんだよな、上攻めらんなかった剣士で。カニか。さあ行きましょう。まあまあ勝ちではある。いやね、大型2体同士のぶつかり合いだったら、ね、キクシーフォアがガチで負けないけど。また28?7?20 後半もらえるでしょうね。ええやつ。何を迷ってんだ。もうお前は帰ることしかできないんだから諦めろ。何を迷ってんだって。さあ、きっとおそらくガチスキルが出ているであろう、レッドドラゴン。いやー、これさー、いや、強いか。うん。レードラとパースがいい味出してる。ネズミの枠がねー、まさかカラビットだったら、もしくはアヌビスだったら、完璧。レドラ、まあまあまあ。ピクシーでね、レドラね、倒せることは倒せるんですけど、リーダーだとね、ちょっと話は別かなーといったところで、バチャンゴ、助けて。これは、レドラで時間稼ぎながら、毒で、終わらせていく。誰かやったってないじゃん。まあまあどれね。セクルムール、やつや。ピクドラ。エミリアマジやだな。ピクシースキルゼロか。そして。ピクシースキルゼロは CV な感じで。あ、なに？ピクシースキル打ったかな、見てね。でも打ってないと思うんだよ。打ってたらもっと早く死んでるわけだけど。許さない。あ、無限リーグなんか。チケットが欲しいがあまりに、砦を狙ってしまいました。まあまあまあ、いいんじゃないかな。別にこれは。青バッチマタンゴとネズミだし。めちゃくちゃ札が強いってことじゃないか。こういう時はこれでいいんす。いや、サイスケ。サイスケ嫌すぎるなぁ。ちょっとどうしよう。なんかパワーでゴリ押す。まあ、一旦これで行って。サイスケ嫌だな、マジ。
こういう砦のサイスケは、あんまり出したことないな、多分。どんな感じなんだろう。散らばってるとさ、砦散らばってるとこにさ、ちょっと待って、一旦黙って。バイク、結構ゴリゴリ来そうだな。いやー、マジか。ピクシー速攻できたかった。こちらは。あっぶな！後ろ。また蘇るのかよ。くったらん。ほうが死んだらね、終わる。やめてがなくなる。死なせるわけにいかない。時間まだいっぱいないけど、体力を右に残しからのこの城の体力右に残しからのこの圧よ、しょうもない脅しやがって、ほら危ねえ、マジでこういう展開が一番気持ちいいんだから。ほんとに金太郎は優秀だな。このシュート半端な参考性4体を全部上回ってる。アシュラとかそこら辺のクソ優秀。気持ちいい。これ持ってんじゃない。まあ。さあスタドラ、またスタ、いやーすごい好きな札。いやー怖いね、なんか怖い。こっちでとりあえずこれで牙か間に合え、取ってくれ、頼むー、よーし、いらなかったの時リラゴか、これで貫通する、貫通する、あーうざ、これいけろ、くぜぇ、このフォアは良くないな、いや、絶対良くない。これで削れてないでしょ、全然でしょ、やべぇ、やべぇ、やべぇ、しかもあれ、なんかブラドいるんでしょ、渋いな。いや、ビトガもいんのか、終わった。止めたがやれない。前行っても、無理。いやー、無理だ、これ。いや、相手のキャラによっちゃワンチャンあるんだったけど。ビトガとブラドいんの無理や、ちょっと。あ、たまらん。ピクったのは良かったけど、後ろのフォアがいらなかったな。これでもうちょっと削ってからフォアが行くべきだった。27、同じぐらいですね。さあ、ブルガ。ブルガー。あいつ欲しい。いい。あー、札強い。これでいこう。なんだ、このブルドラガールズが暴れそうな鳥で。とりあえず、マミー隠して、行きたい。アニョビース。
思ってないな、多分もう。来週重ねてないんでしょ？いいっすかね。行くぜ！楽勝だぜ！あ、ほんで？チマリス、レイドラ、ケルベ、あー、強いな。ケルベが嫌だ、マジで。いや、全部負けてほしい、ビトが。チョキスキルはやらん。なんでこれ、札は割れた。レードラ切らせれば勝てるな。ケルベ出してくると思うから、そこに対して。やだ、それでも削除したくない、怖い。シマリスのレードラ2体目。このエイドラ潰してほしいなぁ。もう、無理か。うん、ラストレイドラ待ちなんだよな。置いとこう。何？お前それ、回収すんのかよ。最後のエイドラ切ってこない全然。時間な、行こう。怖い、シマリス、このシマリス怖い。本当はさ、キメラをさ、もうちょっと剣士でさ、前の方にさ、こう何起きいさせたかったんだけどさ、ちょっと後ろのシマリスが意外と悪い。ワンチャン入ってたな。違った。さ、牙なんで、ピク、金太郎、パワス、あー、シゲいねえけど、牙は見れるけど足いない。ユースケ。まあまあまあ、ベビー。ベビーあたりで。剣士ミスったな。ほんまミイラ。マッサラサラ。行ってこーい。そこ本当に欲しい。熱い。待って、トレントガールは効いてないわ。あと、トリで取るとなすぎ。あ、終わったくせ。さよなら。全部崩れちまったぜ。最高だ。後ろなんかいる？いないか。いないけど無理やな。やっちまったな、これ。惜しかった。いや、まだわからんか。マッサラサラー。ちょまみ、ネジとマシ、楽勝だぜ。まあまあだれね。爆熱がちょっと遅いな、ダメージ入れんの。ミイラ。そこも頼む。ミイラ。そこも頼む。ラッサラサラ。ミイラ。ちびぐりか。バカ。エビタマン、ミイラ、おう、ちょまみ。いや、これマジビビなかったら負けてたな。ビビのあれスキルの範囲で結構トレが削れてたし、あとちびぐりだし。あれなマジ。またギリギリや。あー、うねえ。頼むください。ください。
どう2286、まあ、使い慣れた固定だったらさすがに 2P は上がる一方ですと。はい、ちょっとこのままマジで本当にマジでいけるところまで更新しときたい。2600とか行きたいよ、早く。ランカー手前まで更新したいまである、逆に、今、もう。やり続けるしかないっすね、本当に。はい。ピクシー。みんな使ってるかな？使ってるね。嬉しいな。ピクシー使ってくれて。はい。ってことで、また次回のことをしましょう。だろっ！